はい、こんにちは。レトルトと申します。ダルメススポーツ店実況プレイ始めていきたいと思います。前回はね、このダルメススポーツのお店に、トラックが突っ込みまして閉店間際と思ってたんですけど、第5話になってね、まさにダルメススポーツ店閉店という、タイトルになっちゃいました。ダルメスさんはどうなっちゃうんでしょうか。ということで、前回ね2本ほどゲームを買ったので、ちょっとそれのお試しプレイやってみようかなと思います。審判の快感、ジャッジ、狙う快感、的を当て、いきましょう。これなんかね、裏でね、まあ、実況撮ってないところでね、コツコツやるのがすげえ楽しいんだよな。いきましょう。審判側をするゲームって、野球ゲームって今まであったのかね。お手軽審判、一人を裁け。はあ、どういう感じでやればいいんだ。あ、なるほどなるほど。これだ。審判をタッチ、ボールとかストライクを押すんだね。野球の審判をやるチャレンジやで。ピッチャーが投げた球がストライクかボールか、下画面のボタンを押して答えてな。それからバッターの横に出る赤い四角はストライクゾーン。ストライクゾーンの中を球が通ったらストライク。明らかなボール球でもバッターが空振りしたらストライクの。あー、なるほど。反射神経のゲームでもあるな。ストライク、イエーイ、いいなこれ。じゃあスタートお願いします。あ、これでもなんか楽しい。腕とかないしね、ゲームので関係ないもんな。ボール、おお、危ねえ危ねえ。ボール、もうボール、ボール冒頭やな。一人、こんな感じなんだね。これは俺向き。すげえコツコツ楽しくできるこれ。なるほど。で、他の面があると。え、待って、スタンプカード的になんか A って書いてあるとなんかいろいろゲットできそうだな。ボールカウント1回答えろ。じゃこれやってみるか。1回答えろってなんだろう。カウントを覚えるゲーム。え、右下すごい。勝手に試合が進むからカウントを覚えとくんやで。下画面のボタンを押して答えてな。球がバットにかすったらファール。ちょっとここでファールのカウントの説明。ファールはストライクとしてカウントするねんけど、2ストライク後のファールだけストライクにならへんねん。さすがにこれぐらい俺わかるよ。ちなみにサッカーは何一つわからん。サッカーわかんないけど、なんだろう、野球はね、ちょっとパープルとかいろいろやってたことがあるから、ある程度わかります。いきまーす。ストライク。今はストライクとボールだね。オッケー。おー、なるほど。審判って結構いろいろあるな。どういう感じで増やしていくのかなって、審判のやつさ、増やしていくんかなと思ってたけど、本格審判、一人さばき、一人さばきたまえ。ほうほう、本格的な審判に挑戦や。ストライクとボールをコールしてな。あ、デッドボールとファールまである。ストライク3つで三振、バッターアウトな。ボールが4つになったらフォアボールやで。ファールやデッドボールもコールせなあかん。球がバットにかせたらファールな。最後にバッターの体に球が当たったデッドボール。びっくりしてコールするの忘れんといてな。いろいろ言ったけど、失敗しながら覚えたらええわ。ほう、ちょっと難しそうになってきたな。集中。ボール、ストライク、ボール、ファール、ボール、ボール、オッケー。結果フォアボールだった。デッドボールが若干見たかったんだけど。なるほどね。ただね、この1個目のやつはね、あんまりこのなんていうの、スタンプはね稼げないんだよね。上に行けば行くほど5つとかゲットできるから。球種クイズ入門編、球種クイズ、審判の快感、ジャッジ、ピッチャーが投げた球種を答えるチャレンジや。球種って変化球の種類の、右下やばくない？シュート、ナックル、スライダー、ストレート、シンカー、フォーク、カーブ、曲がった
右下とか左下とか曲がった場所を選ぶんだね。はあ、なるほど。どちらかで俺マネージャーの仕事なんじゃないのこれ。上に登るあれなの、あのボールってないんだね。アンダースローとかだとあんのかな。うん、なるほど。ほんまの審判はこんなことやらへんでやっぱり。でも面白いな。はいはい、まっすぐなボールストライク。ストライク、じゃあストライクじゃない、ストレート、ストレート、カーブ。おー、なるほど、カーブってあんな風に曲がるんだ。これはストレート、シンカー、カーブの逆。はいはいはい、カーブの逆がシンカー、左下が、あ、これストレート。スライダーは右側に曲がるボール。なるほど、ストレート、スライダー、シュートはスライダーの逆。こんなに球種あるんだね。七色のボールを使いこなすピッチャーとかいんのかな。シュート、フォーク、縦の、まあ、これは一番有名だよね。なんか三角形に持つというかね、3本の指でこうクイッて持つ感じ。フォーク、フォーク、ナックル、揺れながら、え、あ、すげえ、ナックルってそういう話なんだ。あ、今のナックルなんだ。ストレート、アバターボールとかないの。はあ、なるほど、面白いね。なんか普通にこれ終わった頃ちょっと野球詳しくなってそう。ボール数字、緑に囲まれ7点。なんじゃそりゃ。レッスン、審判の快感ジャッジ。ピッチャーが球を投げてきたら、球に書かれている数字を見極めて答えるんやで。下画面のボタンを押して答えてる。え？え？どういうこと？ボールが数字？あ、7。なんだこれ。動体視力だ、9。絶対審判こんなことやんないでしょ。あ、しまった、1押したと思ったら0押した。しまった。4。誰、だ、なんのこれスポーツなのこれ。でも野球の特訓とかでありそうだよね。動体視力を鍛えるみたいな。あー。これがまあ審判のゲームみたいですね。まあとりあえず、まあいろいろゲットのためには必要なんでね、後々裏で、やっておこうかとは思います。まあでも、あと、今残ってるアイテム的に、花束があるでしょ？花束があるから、どうだ？ちょっと、行っちゃいたい感あるな。狙う快感があるんだけど、若干積みゲーして、もうなんて言うんだろう、俺ストーリーをね、主に実況したいんだよな。いいよね、ストーリー。第5話、ダルメシスポーツ店、閉店。息子たちのラジコントラックが突っ込み、店はボロボロに。店の片付けをしていたその時、イヌジは驚くべきものを発見したのであった、あった、あった。さあ、お母さん、お母さんが一体どんな美人かとか見たい。ああ、お客さん、いらっしゃい。お客さん、この間は、すんまへんでしたね。おかげさまでなんとか店も続けとります。ところで、むっちゃびっくりすることがあったんですって。気になる！婚約首、結婚首輪が出てきました。結婚首輪。なんかさ、おみくじみたいなのがくくられてるよ。その首輪には手紙がくくりつけられてましてね。子供たちがお腹を空かせてかわいそうなので、私が稼ぎに行きます！餌をたくさん手に入れるまで帰りませんって書かれてましたんや。母さんも捨てたわけじゃなかったんやね。嫁はそんなこと考えとったんですな。わて、もう意地張るのはやめにしますわ。このスポーツ店はもうすぐ閉店にしよう思いますね。店を閉めた後のわてらのことなら心配いりまへん。この店を誰かに貸した方が多分儲かるんですわ。きっと今よりええ稼ぎになりますね。まあでもあんま詳細はなさそうだよね、犬児さん。
まあでもどうせだったらね、在庫処分として全部くださいよ、ソフト。ゆっくり見ていてくださいな。閉店しちゃうのか。あと6個かかってるやつが2個、あ、2個あるな。じゃあストーリーはあと2個なのかな。じゃあ打つ快感のウルトラマシンの方、じゃあまあこれはいいとして、じゃあ値引きチャレンジいたします。ゆで卵あげます。ゆで卵あげよう。ゆで卵嬉しいでんな。お客さんどないでっか。じゃあまずはお話から。この店を始める前のワテはプロ野球の選手をしてましたんや。ワテと嫁が出会ったのもその頃でしたな。ワテ、剣鉄ドギーバックスのピッチャーしてたんです。どこだよ、剣鉄ドギーバックス。それあの頃は人気があったんですぜ。プロ野球選手の頃のワテのあだ名知らんかな。どんなあだ名だろう。バーコードのワンちゃんみたいな。犬ちゃん、犬じっちゃん。そんなもん知るか、勘で答えるしかないで。お客さん、選手時代のワテのあだ名はご存知ですか。ホットドッグ、燃える闘魂、ミスターバーコード。あったし、実際これホットドッグかっこよくない。ああ、熱い男で有名でしたけど、そんな食べ物みたいなあだ名ではなかったですね。ああ、外れか。燃える闘魂だったのかな。でもゆで卵死ぬほどあるからな。おい、でじゃあまず話して、刀剣大正解です。そうなんですわ、ワテは熱い男でしたから燃える刀剣って呼ばれてましたんや。ホットドッグの方がかっこいいよ。ヤングギャルにもモテモテでしたわ。いつどこで誰が誰に。どこでにしてみるか。そりゃ野球場ですけど。はっ、もしかしてチヤホヤしてくれるお店に行ったとでも思ってねえか。悲しいです。おお、難しくなってる。今まではだいたい褒めりゃいいみたいなとこあったけど、今の褒める選択肢なかったもんな。チャレンジ。おい、ゆで卵は足りなくなる時もやってくんのかな。いつはそれ野球自体でしょ。誰が、あ、誰ににしてみるか。来た、誰にって、とびっきりのべっぴんのヤングギャルに。実はそのヤングギャルって嫁のことですけどな、本当に美人なのかな。花沢さんみたいな人出てこないから、犬治君みたいな。犬治君、プロ野球選手としてはいちいちパッとせんかったワテを毎回応援してくれてたファンが嫁やったんです。パッとせんでも一生懸命な姿が良かったらしいですわ。パッとせんかったの。人気選手だったって聞いてましたけど。そうそう、明るく流してくださいな。時間とともに美しい思い出に変わってきたんですわ。いやー、すっかり昔話に夢中になりました。話聞いたから負けてくださいよ。可愛い息子らを食べさせなあかんから、最後まで頑張って商品売らんと飽きまへんな。よっしゃ、これ買ってほしいから70円引き。まだまだやな。今まで170円ぐらいまでに負けてもらったから。でまだ花束渡してないしね。ちょっと値引き。じゃあ話しましょう。嫁と一緒にこの店を始めた時のことを思い出しますわ。プロ野球選手の時に稼いだお金で始めたんですせ。嫁はスポーツ店とは違うお店をやりたかったみたいですけど、何のお店やりたかったんだろう。犬児スポーツ店がこれ一作目かもしんないけど、まあ、このゲームがね人気になったら、こうなんかスポーツ店以外にこの犬児飲食店みたいなのがあるかもしんない。経営シミュレーションゲームみたいな。わての子供の頃からの夢やったスポーツ店を開かせてもらったんです。いや、子供の頃からと、会話のキャッチボールの基本だよね。こうハテナを投げかけるっていうね。ワテが子供の頃は家が貧乏でしたから、なかなか野球の道具も買ってもらえまへんでした。だから大人になったら自分でスポーツ店を開いて、みんなにスポーツ用品を安く買ってもらおうと思ったんですわ。それで今ゲームソフト売ってんの。そやそや、商売のことすっかり忘れましたね。忘れてましたね。お、30円引き。まだまだやな。これで買うわけにはいかへん。わて、いつもこんな感じで値引きしてまうから。店は全然儲かってなかったんですけど、一番苦労をかけてた嫁は何も言いまへんでしたな。ダメです、値引きしすぎても嫁は何も言いませんでしたな。話す。今考えると全然儲かってなかったのに、嫁はよくこんなわてについてきてくれましたな。なんで嫁は何も言わずに働きに出ていったんやろうか。
お店を続けてほしいんだ。え、どういうことでっか。確かにこの店は儲かってなかったんですけど、知っての通りワテは身も心も男前です。嫁が相談してくれたらワテにもできることがありましたわ。相談したら閉店にしたのでは。はっはっ、そういうことでっか。やっとわかりましたわ。もし嫁がワテに相談したらこの店を閉店にしてしまうから、黙って働きに出かけていたんです。だったワテのこと思って何もいかんかったですな。噛みましたわ。そういえば嫁はいつも言ってくれてましたわ、一生懸命好きなことをしてるワテがええと。めっちゃいい嫁さんやな。これは花沢さん説あるな。花沢さんはさ、なんだろう、まあ見た目はあれですけど、なんかいい嫁というかいい女なのはなんとなくさ、サザエさん見ててわかるけどさ、早川さんって全然可愛くないよね。みんな思うの、早川さんちょっと仙人骨育てすぎだからね。早川さん好きっていいのかな。香里ちゃんはわかるんだけどね。お客はんわて恥ずかしながら嫁の考えとったことに全く気づいてませんでしたわ。気づかせてくれてほんまにありがとうさんです。感謝の気持ちをかけて込めて閉店前の大盤振る舞い。まだ210円か。でもまだアイテム今回使ってないからな。でもアイテム使わずここまで行ったんだ。花束渡した方がええで、こう嫁さんに感謝の気持ちを込めてね。話す。1回目はプロ野球選手の引退の時ですわ。たくさん花束もらってほんまに賑やかでしたわ。この店を閉めたらこれで2回目の引退ですな。これで花束なんだ。おめでとうっていう意味でこいつに花束渡すんだ。あ、お客さん花束持ってどないしたんですか。お疲れ様でした。わてに花束くれるんでっか。ありがとうさんです。おい、ほんと綺麗なお花ですのや。こんな美しいお花は今まで見たことありまへん。プロ野球の引退の時より嬉しいですわ。ありがとうさん、これで心置きなく店を閉められますわ。涙でせっかくのお花がよく見えまへん。おお、前回より10円安くできたぞ。これは終わりやね。でもこれで終わりじゃないんだよな、あと1回あるんだよなきっと。前回より安くさせるとはすごいやん。今回は完璧に握れたからこれ以上値段は下がらんと。じゃあちょっとこれは買いましょう。お兄さん、これでちょっと嫁さんとね、子供と一緒にご飯食べに行ってください。160円でね、たこ焼き買ってください。すみげー3本目お買い上げありがとうございましたと。はっ、悲しい。まだ売れ残りが残ってますけど、新しい借り手が見つかったんでこの店を畳むことにしましたわ。次はどうやらスナックになるらしいでんな。それから数日が過ぎた頃ですわ、新しい借り手のスナックが開店するという話を聞きましてな。この前もらった花束もらって開店祝いに行ったんです。俺の花束勝手に渡すなお前お前に渡したやつだろ。お、ええ感じの店ですな。店の名前はスナックダルミシアン。もしかして、意を決してドアを開け目に飛び込んできた光景に完全に思考停止してしまう犬児だった。スナックダルメシアン開店。おい、野球用品店じゃなくなったぞ。おお、30分以上遊んでるか。これあ、でも野球のマークあるな。これ多分お母さんが来たんじゃないのかなって思うんだけどね。じゃあちょっと今回はまだスナックダルメシアンは次回に回して、ちょっと今回はこれちょっとやろうよ。ちょっと買うにはちょっとアイテムがまだ足りないからやんなきゃいけないからね。狙う快感をやってみましょう。それにしても 4DS すごいよな。ちょっと難しそうだよな。円筒まとめて5点取れ。円筒系か。あ、本体を、え？あ、すげえ。今ね、3DS 動かしてるんですよ。よっしゃ。的の中心もらって A でボールを投げる。ほう、こんなもん。あ、ちょっと下だか。よっしゃ。まさかジャイロセンサーを使うとはな。 3DS のこんなもんか。あ、上すぎる。
遠投5点。ちょうど真ん中に球合わすんだよな。ああ遠いから若干下になっちゃうのかな。上目に投げるみたいな。結構難しいですね。なるほど、なるほど。じゃあ開いたと。ハテナがあるな。遠投、的が動いた、5点。動くのか。まあ、よくある、これゲームだよね。真ん中の方にやりつつ。あ、惜しいな。一発で決めたかった。おお、遠いってことは若干上目に。あー、上すぎるか。これはコツつかむの結構時間かかりそうだよね。でも A なんだな。ほい。ほい。5球以内に絵合わせ完成。え？あ、ストラックアウトか。絵合わせ。ちょうど節目のとこに。あ！あー、なるほど、なるほど。9箇所あると思ったけど、ないんだな。じゃ、ちょっと下の方に。これ絶対さ、これ、1、2、上3、真ん中3、下3であるよね。ふぅー、懐かしいな、こういうの。サスケとかであったやつだよね、これ。金剛くんだよ。ゆで卵プレゼント。あの A と B、あ、でも A と B は、あれか、アイテムではないのか。あの、裏面が開くとかだから、もうプレゼントアイテムもしかしてないのかな？狙い撃ち、1枚当てろ。狙う快感、的当て。あっちにいるやつがどんどんボールを投げてくるわ。ボールを打ち返して的に当てる。早めに打ったら右に飛ぶ。遅めに打ったら左に。え、難しい。なるほどね。もう一回もう一回もう一回やらして。あ、これはジャイロセンサーもう関係ないんだな。いきます。まあ、これは適当に打っていいよな。あ、嘘、当たんない。え、遅すぎるってこと。よし、オッケー。これ難しそうだな。今のでも金くれんだ、優しい。ふい、センターへ打って。10球中3発。センサーをセンターに、なんかあれだよね、標準をセンターに入れてスイッチ。あいつがポンポンとボールを投げてくるから、センターの方向に打ち返してな。センターの方向っていうのは真正面、横にあるネットに当てたらあかんで。じゃあ中ぐらいのところで打つと。これは、あ、今のはいいんだ。今のはもうセンター扱いなんだな。ほう、 そんな難しくなさそうだよな。おい、あ、なるほどね、狭まってくんだ。ふい、おお、めっちゃ観客降りてきた。あ、そういえばさ、俺何も言わなかったけど、何も言うの焦ってたけどさ、若干お前らを勝手にミーをさ引退させてさ俺に変えてたよね。何も完全に言うの忘れてましたけどね。ミーは後から変えれることに気づいたんだよね。せっかくだからちょっと、あー待って、せっかくだからまた変えてみようかな。これでミーを綺麗どころに変えようかな。違うミーにするで、そうだな、おびるちゃん、おびるちゃんかわいい。じゃあ萌えちゃんに変えよう。かわいい制服だ。このミーに決定。じゃあこれで今回は終わりにしましょうか。じゃあ次回このスナックダルメシアンがどうなったのか、もうもうすでに俺じゃないけどね、これレトルトじゃないけどね。はい、ということで、次回どういう話、あ、最終話になってる、スナックダルメシアン。一体どういう話になるか、ちょっと楽しみです。じゃあ次回、最終話なんで、最終回になります。次回に続きます。